崖っぷちから起死回生の一打が大パチ。はい、どうも徳さんです。本日はあっぱれオープン戦の様子をお届けします。お相手は赤獅子さん。ちなみに今回からあっぱれ新ユニフォームどうですか？爽やかでしょう。レワードさんに作っていただきました。ありがとうございます。白を基調としたデザインで、ラインにはあっぱれのチームカラーのブルー、非常に爽やかな仕上がりになっております。新しいユニフォーム作りたいと思っている方、ぜひレアードさんチェックしてみてください。ちなみに本日のスタメンはこちら。ライパチはスタメンから外れましたが、三塁コーチャーをしながら出番に備えます。相手先発天ヶ谷投手、公式クラブチームを経た好投手の一人、非常にコントロールがいいんですね。まず打席に入るのは1番私徳さん。初球チェンジアップ、これは高めに外れる。2球目、今度は同じ高さにストレート。3球目、甘めのストレート、当たりはね、厚くてよかったんですが、高いフライ、センターフライです。続く2番は大西、手には新色の SSKMM23 シルバー。ベンチからやんやありますが、実はこの試合ある商品がかかっていた。それは1番飛ばすのは誰だ、バット争奪サバイバル。というわけでアルペンさんと SSK さんの協力のもと、最新カラーの MM23 で一番いい打球を打った選手にゴールドもしくはシルバーのバットをあげちゃうという豪華な試合、もちろん赤獅子さんにも使っていただいてます。果たして誰の手に渡るのか、続きどうぞ。ここはアウトロー、ストレート空振り三振。 MM23 火吹かず。さあ続いて順、今度は MM23 ゴールドを手に打席へ。初球低め入ってストライク、浅いストライクカウントの時にキワキワに投げ込む制球力。続いて軌道を外すカーブで2ストライクと追い込む。ここは簡単に終わらず粘っていきたいところ。3球目、ここは見逃し三振。キャッチャーのフレーミングも見事だったか、順からしたらボールに見えたかもしれないが、非常にいい制球力。しかし今日は少しゾーンが広いか。さあ守りますあっぱれ、この日の先発は竹俣。まずは先頭バッターに対し、ここは打ち気に流行ったバッターをタイミングをずらし1球でワンアウト。続く2番新井選手、2球で追い込むと、ここはうまく弾かれますがレフト好ポジション。続く3番、初球はカーブ、カーブを続け2球で追い込むと、3球目スライダーを投げ込みピッチャーフライ。竹俣完璧な立ち上がりを見せます。初回の攻撃を受け、監督の兄貴からの指示は、現在あっぱれは兄貴主導で打撃を変えている真っ最中。ここで自分のストライクゾーンを無理に広げてスイングを崩さないようにとの指示です。それを受け2回あっぱれの攻撃、先頭は4番田島。初球外角ストレート、無理に追いません。2球目、甘めのストレート弾き返しサード強襲、これグラブ弾いて内野安打。さあ続く打席には5番ゴンザレス、ここ低めストライク判定、これもアウトロー。ここ変化球打たされ5-4-3と芸術的なゲッツーになってしまいました。まあね、打たされたという感じでしょうか、悔しそうな鉄平。しかしその後6番のゾエ、ストライク
ライク判定。この当たりがイレギュラーしてセンターへと抜けます。ゴールドの力か。しかし後続続かず無得点。さあ一方2回の裏、赤獅子さんの攻撃前に兄貴が何やら審判さんの元へ。ちょっとカメラが遠くて微妙に音拾えてないんですが、何かを伝え審判さんに謝っている兄貴。これ一体何の話をしていたのか仕事中の兄貴に聞いてみました。多分ちょっと賛否両論あるかもしれへんねんけど、あの日たまたま練習試合やったのよ。公式なんてもちろん動けないんだけど、練習試合やから、あ、これ低め広いなと思って、うん、でうちが嫌とかじゃなくてね、練習試合やし思い切って一回話してみたって感じ。なんと実はストライクゾーンに関して少し審判さんに相談していた。でもそれってタブーじゃ。でもこれ言うとね、なんかね、審判さんのことを悪く言うみたいにやっぱり取られがちなのよ。お伝えしたらあかん空気やん、うん、そうですね。それが抗議と取られるのか、うん、一応考えていただくということぐらいはご提案してもいいんじゃないかなっていう。で俺死ぬほど丁寧に喋ったで俺そうでしたね。でうちがたまたま裏の守りからやったから1人もね、そのジャッジは増えるかもしれんけど、あのただよく絡めるとちょっと低めがもしかしたらみたいなことを言って、うん、ほんなら審判さんのすごいご理解、あの理解のある方で、うん、あ、そうっすかって言って、ちょっと僕も低め、うん、自分でもちょっと迷ってたんでって言ってくれたのよ、うん、練習試合で意見交換しやすい場ではあるから、審判さん次の試合もその日ももしかしたら俺の後もあるかもしれないし、その日は来週もきっと行かれるからね、まあ、できることやったら意見交換ぐらいはね、審判さんがいやこのストライクゾーンだって言うんだったらもちろんそれはそれで従うし、でもお伝えしてみたら、ああ確かにっていう感じになってちょっと上がったのよ。これ難しい方、難しいわ、なんかほんま難しいね、なんか批判的なやつみたいになるやろ審判批判してるみたいな、そういうことじゃないね。その違います。審判さんも人間です。常に進化する野球の中で高い技術が必要。周りからの意見がなければ少しずれてしまうことだって人間だからもちろんあります。でも草野球において客観的な意見が審判さんたちにリターンしないこともまた事実ではあります。そこに対して、意見交換していくっていう文化が全くないから、草野球はね永遠の課題やし、ぶっちゃけどうやって改善に向かっていくのかっていう文化を考えるべきやと思うし、みんなで協力するべきやと思うから、選手が言ってしまうと、もちろん俺たち監督やからさ、利害関係が出てしまうから、運営さんから一言言うとかでこう審判さんももしかしたら気づきがあって、よりこう技術が上がっていくかもしれんし、兄貴が言うように草野球全体が協力し合っていい文化を築けていけるといいですね。文句ではなく対話。さあ試合に戻って2回裏、竹俣のピッチング見ていきましょう。ここはシンカーでストライク。もう一丁シンカー、ここは空振りで2ストライク。ワンボールを挟み、最後もシンカー、ワンアウト。右にはカーブ、スライダー、左にはシンカーの立ち上がり。ストレート、相手も思い切って振ってきます。ここはスライダー、うまくタイミングを外しファールで稼ぐと、最後ここもスライダー、空振り三振。まあ、竹俣のイメージ的にシンカーっていうのも頭にあったんでしょうね。続くは左バッター、再びシンカー。ここはストレート、ファールで追い込むと、非常にテンポいいですね。ストライク率97% ぐらい。最後高めストレート、空振り三振。3者連続三振、見事ナイスピッチングです。いいユニフォームですね。さあ守備のいい流れ、攻撃に持っていきたい。あっぱれ平賀です。ここね、いいアプローチでしたがちょっと上がりすぎたか。ワンアウト。9番石田を倒れ、2アウトから私徳さん、3人では終わりたくない打席見ていきましょう。じっくりと初球は外から入ってくるカーブ、これはもう追いません。2球目、今度はねインコースにチェンジアップっていう、これちょっと頭なかったですね。こうバッテリーね抜群、アウンの呼吸でしょうかね。まあ、ただね簡単には終わりたくない。ここは見切りました。ボール。
見切ってます。見切ってるって言わせてください。ただナイスボールですね。次のボール、ここ止めます。今取り組んでる打撃改造でポイントかなり近くなってるんでね、見極めもできています。さあ平行カウント持ってきて、トーン、トーンと、キャッチャーの要求はインコース、ただ甘く入りましたね。なんとか打ち返せました。粘り勝ちでしょうか、ちょっとこすったっすけどね。さあ続きたい大西、高めの甘めのボール打ち返す、がセンターの守備範囲、スリーアウトチェンジ、なかなか点が取れません。大西も悔しそう、金髪にしました。さあ続いて先制点、ね、こういうね投手戦の時はね先に点を与えた方が負けっていうか、まあ、ピッチャーとしてはねプレッシャーかかる場面ですが、続く先頭バッターも三振、これで4者連続三振です。続く打席にはここまで明石市好投を続ける天谷選手、これ打ち取った打球なんですが大西タイム、しかし取れず、この間に打った選手は二塁へ。だけまたこの試合初めてのランナーを許す。ちなみに今のフライ、左バッターの詰まってスライスかかって、大西が結構レフトの方まで追いかけてるんですが、実はレフトの田島、下半身コンディション不良を抱えているので、しっかりとね自分で取りに行くんだという気持ちがこのプレー、うん、いいですね、爽やかだ。さあその後ワンアウト1、2塁となり、バッターはトップに帰り藤本選手、トン、シンカー合わせてうまくレフト前へ、小フライだったため二塁ランナー自重、三塁ストップ、これで満塁。ちなみに打った藤本選手、高校時代現中日ドラゴンズのエース柳投手から2安打を放ったそうですよ。打撃センス光りますね。さあ一方竹俣、このピンチしのげるか。オープン戦とはいえね、非常にいい試合です。ちょっと内に入りましたが空振り。あ、竹ちゃんちなみに背番号4から10に変えてます。ここ我慢しますね、バッター。これまでの傾向ちょっと読んでいたか。ツーツー、まあ、スリーボールにはしたくない場面、次のボールで勝負を仕掛けます。今度は1点進化、高めから落として見逃し三振、これでツーアウト。外のスラからの高めからの芯、さあここで明石打線中軸3番藤野選手、ここは竹俣に軍配、ファーストフライ。竹俣この日3回5奪三振無失点のピッチング、うん、グッド。さあ続く4回から竹虎にスイッチ、ピッチングでいい流れを持っていきたいところ、しかし先頭にフォアボールを与え、そのランナーを、うん、いいバントですね、バントで送られ得点圏にランナーを進めると、ちょっとね真ん中付近に寄ってるかな。6番南選手センター前に弾き返され、これでワンアウトランナー1、3塁のピンチ。明石さんもいい打線ですね。このピンチ竹虎どうしのぐ、初球はツーシームでファール、2球目スライダー、それもいいストッピングです。ここもスライダーいいのね、いいボール、これで追い込みます。ボール自体は非常にいいですね。その後相手に粘られフルカウントとなるも、フォークボール空振り三振。まあ、ピンチ招いているものの、ボールの質自体はね非常にサードから見ても良かったです。さあここで打席には先ほどツーベースを放った天谷投手、自分で打点を稼ぐか、打ち返した、これ打球セカンド平賀弾く、ショート順取って一塁へ、浮くもファーストは鹿児島の巨人コーター、これねちょっとヒヤッとしましたね。平が弾いて順、慌てなくていいんですが、まあねちょっと
ちょっと危ない送球になりました。ただただただしっかりね失点を防ぎました。さあ続く5回の表、あっぱれの攻撃は2アウトから1、2塁チャンス。ここで打席には先ほどヒットを打っている徳さん。高めのストレート弾く、超えてくれ。しかしセンター見事な配送です。ちょっとね上がりすぎたかもしれません。アプローチは良かったんですが、うん、まあ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 悔しい。その後竹虎のピッチング、グッドフィールディングですね。スライダーで空振り三振、これでツーアウト。ここもファーストフライに打ち取ってスリーアウトチェンジ。0-0 のしびれる展開で竹虎好投、非常にグッドです。最終回に弾みをつける。ちなみに最終回あっぱれの攻撃は2番の大西から。カーブしっかりタイミングを合わせて1、2塁間を破るヒットで出塁。先頭が出ました。続く順は倒れるものの大西は2塁へ進塁し、ワンアウト2塁、4番田島、ボンド決めてくれ。ドーンドーンドーン、やや先だけどもパワーで持っていった田島、フェンスダイレクト。二塁ランナー大西は三塁を回って一気にホームへ。好投を続けている天ヶ谷投手からようやく1点を奪う。まあこれぞ4番ですね。まさに絵になるな。タジあっぱれ1点を先制。その後さらにチャンスを広げると、ツーアウト1、2塁の場面で代打ライパチ。ここで打てばバット獲得のチャンスに加えレギュラーダッシュも近づくか。 MM23 シルバーです。粘りに粘りチャンスが広がるこの場面で打つ、それが大パチになってくれ。ライパチのリアクションもまあうなずけます。今シーズン本当にね当たりなかったんで、一世一代のこのジャストミート、まあ、審判さんはファール判定なんですが、三塁ランコーと三塁ランナーのクリスも、あれはファールですと言ってたのでファールでしょう。ちなみに野球の定石だとこの後は三振が落ち、ライパチは打ち返せるのか。ちょっといろいろありましたが、スローで見てみると、まあ、ベンチからも見えてましたけどね、レフト小林選手一度弾いたボールを執念のベアハンド。ライパチ気の毒ですがこれはアウトです。小林選手ナイスプレー。最終回の守りはツーアウトランナー一塁から盗塁を仕掛けてきますが、ゾエがここは刺して試合終了。というわけでこのオープン戦明石さんに対しあっぱれ 1-0 で勝利。対戦ありがとうございました。さあというわけで本日勝手に企画しましたバット争奪、試合ゴールデンスラッガー賞はちょっと残念ながらいないんですが、シルバースラッガー賞として
ハイパー先生おめでとうございます。マジっすか、マジっすか。今季一番ちゃんと当たった打球がファールっていう。あれ打った感想は？ホームランだと思いましたよ。だって打った瞬間俺確信したもん。MM23 の83cm、シルバーモデル、シルバー、シルバー、アルペン東京、アルペン東京でやったやつを一人勝ち。やったアルペン東京行って買ってくださいこれは。さあというわけで、まあ、シルバースラッガー賞の陰に隠れちゃったんですけど、はい、ティゴラ使ってましたか。ずっと俺でも持ってまして、一気も飛んでこない。あ、そうですね。9000円。どうなんでしょう、結構正直言いますよ、大人の打球が飛んできた時にはやっぱり多少心配な、こう柔らかさってあるんですけど、柔らかいですね、かなりだいぶ柔らかいが、これ正直な感じですが、グラブ選びってさ、ちっちゃい頃もう記憶ないですよ、親は悩んだはず、どんなグローブがいいんだろうか。最高です。9000円だもん、だってまあね。で、悪くないよ、形が。確かに、こんな硬い、かわいいですね、なんかね。あのね、片付けはしていただいてないよ、アルペンで。アルペンの片付けはもうお墨付きなんですけど、この形状、フォルム、最高です。柔らかいから、掴みやすい。ポケットもちゃんと作ってくれてるから、ボールも収まった。キャッチボールの時とかも、あれもそうだったんだけど、だから、野球を始めますとかの人には抜群にと。なるほど、スタート編としては抜群に。これは一般の大人用で、これジュニア用もあったから。なるほど。本当にね、最初始める時っていうのはいいと思います。なんでアルペン東京でも買ったらシンプルにしてくださいって言ったら、そういう風に片付けしてくれるから、それでおすすめします。なるほど、うん、これ正直な感想です。野球への入り口として、まさに素晴らしいです、うん、スターターはおすすめします、うん。このグラブ本当良かったですよ。気になった方はぜひアルペン東京へ足を運んでみてください。いいもの作ってるぞ、ティゴラ。